愛犬ワクチン毎年打ってますか？私も当たり前のように毎年ワクチン打たせてましたが、今年の愛犬リオ娘は打ってません。実は毎年打つリスクもあるそうです。意外と副作用も怖いんです。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。14歳の愛犬リオ娘は目を開けたまま今お昼寝中です。愛してやまないケムクジャラ娘ちゃん、息子ちゃんと一日でも長く一緒に過ごすためのアイデアやノウハウを動画にしています。今後の動画を見逃したくないあなたは、動画の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いします。実はですね、今年の狂犬病ワクチンの時に病院に行ったんですけれども、その時に来月も今後ワクチン打ちに来ますみたいなことを先生にお伝えしたら、先生からリオちゃん去年打ってますよね、毎年打たなくても大丈夫なんですよっていうことで、こちらのお手紙をいただきました。世界小動物獣医師会っていうのがあるみたいなんですけど、2007年以降3種犬ジステンバーウイルス、犬アデノウイルス、犬パウボウイルスのワクチンを全ての犬が接種すべきコアワクチン、コアなワクチンとして規定されました。この3種類は1歳までに適切なワクチン接種をしたワンコであれば強固な免疫を何年も維持する、再接種には3年もしくはそれ以上の間隔を空けるというふうに言われています。まあ、私の今通ってる動物病院ではワンコにとって必要にないこと、ワンコにとって負担になること、リスクがあることは極力減らすっていうのがこの病院の方針です。副作用、異物をその体内に入れ込むっていうことでアナフィラキシー、日本では小型犬に副作用が多く、その中でもダックスに発生率が多く出てるデータが出ています。ワクチンを接種した300頭に1頭の割合で何らかの副作用が出てるそうです。死亡する確率は3万頭に1頭で、軽めの副作用ですと皮膚に症状が出てくるケース、目の周りや口の周りが腫れてくる、赤くなる、痒くなる、発疹なんかの副作用もあるそうです。あとは消化器系の副作用ですと嘔吐や下痢、毎年打ってるけど全然何も大丈夫だよっていうふうに私も思ってましたし思われる方も多いと思うんですけど、今まで大丈夫だからって言って必ずずっと大丈夫っていうわけではないんですね。ワンコの体調も変わりますし、シニア犬ですと体質も変わってくることも体調も影響しますし、なのでリスクがあることはできるだけ避けたいと私も思っています。ただ問題があります。トリミングサロンやドッグラン、そのワンコと一緒に行ける施設なんかでは必ずワクチンの証明書を求められることがまだまだ多いと思います。で、こういう場合はどうするんですかっていう形で病院の先生に相談したところ、先ほど病院から例えばお手紙を出してもらって、病院からこういうお手紙をもらってますんでっていうことを説明して、まあ、徐々に少しずつだそうですが理解のある施設も増えてきてるみたいです。ではその愛犬を守る対策として3つお伝えします。まず1つ、病院の先生に相談。ただ病院もビジネスなので毎年のワクチン接種の売り上げっていうのも重要になってくるので、私が今通っているような病院と全く全て他の病院の先生が同じ考え方を持っているわけではないので、ワクチンは必ずしてくださいっていう先生もいらっしゃいます。まあ、そういった場合にはセカンドオピニオンを聞きに行くのもいいと思います。あとはワクチンの抗体検査もできる病院があるみたいなのでチェックしてみてください。2番、ワクチンを打つ場合には必ず午前中、できるだけ早め、打った後の1時間前後はしっかり様子を見てあげてください。安静にして何かその例えば腫れてるとか痒がってるとか異変がないかっていうのを気にして見ててあげてください。3番、ワクチンの種類、数を先生と相談。混合ワクチンの8種とか種類がありますよね。自分のそのワンちゃんとその
今住んでいる環境だったりとかを踏まえて、で病院の先生と、何種のワクチンを打てばいいのか相談してみてください。こういうことをフランクに、かつそのワンコのためにとって何がいいのかっていうのを第一優先で考えてくれる病院のビジネスサイドだけではなくっていう、信頼できる動物病院を事前に探しておくっていうのがすごく大事です。今回ワクチンの件で、あ、またこの病院を選んでよかったなっていうのを改めて感じました。なので自分が通っている動物病院がちょっと心配だなとか、そこまで信頼できないなってちょっとでも思うんであれば、信頼できる動物病院の選び方の動画を作りましたんで、今画面に出ているリンクをチェックしてみてください。それでは See you next time!